ジェレミー・バーナード・コービンは、イギリスの政治家。第21代労働党党首を務めた。1983年以来、ロンドンのイズリントン・ノース選挙区、選出英国庶民委員を務めている。ソーシャリストキャンペーングループ、パレスチナ連帯キャンペーン、アムネスティ・インターナショナル、各軍縮キャンペーン、ストップ・ザ・オー・コアリションの一員であり、 ストップ・ザ・ゴーコア l シ o ンについては2011年6月14日から2015年9月12日まで議長を務めた。ウィルトシャー州チッペナム出身。北ロンドン工科学校を中途退学し、全国公務員組合や全国自立被服労働者組合で職員として勤務した後、1974年にハーリンゲーロンドン特別区議会議員に当選。 その後1983年6月9日に、イズリントンのオス選挙区選出の庶民議員となって、以来、現在に至るまで、同選挙区で当選を重ね続ける。直近では2017年の総選挙で再選されている。自他共に認めるトレディシャノリスつかつ、民主社会主義者であり、公共事業や、鉄道の再国有化、炭鉱再開、 企業の税金逃れ取り締まり強化、大学の学費負担をなくして、学生補助金を再開させること、非核化とトライデント核兵器プログラムの中止、インフラ及び再生可能エネルギープロジェクトへの資金を供出する人々のための量的金融緩和政策、デイビッド・キャメロン政権が2010年以降言ってきた公共部門と福祉への予算カットを元に戻すことなどを政策として訴えている。 2017年総選挙、グレーターマンチェスター・トラフォードにて、5月9日、エドミリバンドの投首辞任を受け、2015年6月6日に、投首選への出馬を表明した。当初は、放末候補扱いを受けていたが、複数の世論調査で圧倒的な支持を得たことに加え、ユナイトなど労働党と提携する労働組合の多数、さらには提携のない組合3団体からも、 全面支援を得たことで一躍最有力候補となった。2015年9月12日、公民は第1回投票において59.5%の圧倒的得票で労働党党首に選ばれた。2015年の総選挙において労働党は敗北を喫したが、その原因は中道寄りの政策を掲げたために、保守党との違いが見えにくくなったためとする意見が、 若年層を中心に根強く、公民の政治姿勢に共感が広がった。首相経験者のブレアやブラウンらニューレーバーから強い批判があるが、公民の政治姿勢が2017年の選挙で、労働党が保守党を過半数割れに追い込むことにつながった。2016年9月24日、イギリスの EU 離脱決定を受けて再度行われた党首選において、 最高馬のオーウェン・スミスを大差で破って再選された。2017年イギリス総選挙では、主に若者からの支持を得て保守党の議席を奪うなど、30議席増の262議席を獲得し、保守党を単独過半数割れに追い込んだが、政権奪還には至らなかった。2019年イギリス総選挙で労働党は、主な争点となった EU 離脱に対して、 立場を明確にしなかったことが批判され、同党が歴史的な大敗を起死する見通しとなった時点で、次回の選挙では党を率いないとコメントし、事実上の党首辞任を表明した。2020年10月29日に、平等人権委員会が、公民時代の労働党内で行われた、反ユダヤ主義な言動に対する調査の結果報告書を公表し、 三件の平等法違反について労働党が責任を負うべき事案であると認定し、それらの行為に公便の事務所が不適切な形で関与した証拠が23件見つかったとした。同日午前10時過ぎに公便は報告書を批判する声明を発表。3時間後の午後1時、労働党は公便の党員資格を停止すると発表した。その後、同年11月17日に、 党員資格を回復した。ノーベル賞経済学者、ジョセフ・スティグリッツは、労働党内での公民の台頭は驚くべきことではないと述べる。緊縮財政政策に強く反対する世論があり、また、所得格差が拡大する懸念がある時代に、エドミリバンドが代表を務める、新、労働党が公開した、選挙公約は人々を失望させるものだった。 保守党の緊縮財政と労働党のソフトな緊縮財政、これでは有権者は選びようがない。スティグリッツは緊縮財政批判に関して労働党がおじけづいていることを指摘する。一方のコービーンは反緊縮のアジェンダを提示し、人々の受け皿になることができたとスティグリッツは述べる。ノーベル賞経済学者ポール・クルーグマンは、 公ンが投資戦で勝利したことは驚くべきことではないと述べる。イベット・クーパーなど、ライバル候補が軒並み保守党の緊縮財政政策を暗黙に支持しており、候補者の中では、公ンだけが明確に緊縮財政に反対していたからである。それだけではなく、労働党の主流派議員が保守党の緊縮財政政策に追随していたのである。 クルーグマンはこの現象を労働党の知的倫理的崩壊だとし、労働党の主流派を批判する。労働党が支持者を失望させたのはミリバンドが初めてではない。1990年代後半に労働党の党首、トニー・ブレアが首相になって以来、労働党の党員は激減した。党員は1997年には40万5000人。 いたが、ブレアが首相を退任する2007年には17万7千人まで落ち込んだ。10年で党員が半分未満になったのである。ブレアの時代に労働党の政策は欧州大陸寄りであった。金融政策に関しても、ドイツと同じ為替レートにすれば、英国経済が打撃を受けることは、ポンド危機で十分示されたにもかかわらず、ブレアの立ち位置は、親ユーロだった。 それでは労働党が親 EU かというとそうではない。もともとは労働党は欧州会議主義政党だった。ビンも欧州会議派であった。欧州連合は企業側の利益を優先しすぎる。それはトティップ交渉が秘密裏に行われていることからもわかる。トティップは我々の環境、消費者安全基準や労働者の権利にとって大きな脅威となるだろう。 と、コービンは述べた。コービンは1975年の国民投票でも EEC 残留に反対票を投じた。そして近年のギリシャ危機についても、もし、欧州全体がギリシャ国民をねじ伏せたようなやり方で、各 EU 加盟国を扱うような残酷な機関となるようなら、欧州は人々からの多くのサポートを失うだろうと思う。と、コービンは述べている。 公ンは2016年6月に行われる英国の EU 離脱の是非を問う国民投票では EU 残留のキャンペーンを張った労働党所属の国会議員の多数が EU 残留を望んでいる党内事情に配慮しているからだと思われるだが欧州会議論者である公ンの本心は EU 残留ではないとされる1975年の EEC 残留を問う 国民投票でも EEC 離脱に票を投じた。1993年のマーストリヒト条約発行に先立ち国家経済から独立した ECB の取る政策は物価の安定だけであり、労働党が実現させたい社会的な目標を下げ、そして EU は銀行形の欧州となりアメリカ合衆国のような民主的な方向にはいかないだろうと予言していた。 とはいえ、公民は EU 離脱でもなければ、残留でもなく、ただ EU に関心を持っていないだけだとも言われている。トニー・ブレアの大量移民政策によって、東欧から移民が、食、住居、教育を求めて、英国に流入し、英国の低所得者層がそれら移民との競争を強いられたことや、そして移民の流入で非熟練労働者の賃金に低下圧力がかかり、暮らし向きが悪くなり、 長年の労働党支持者が労働党を離れたことを公民はよく理解している。よって、もし公民が彼自身の信念を貫き労働者階級を代弁するなら、今すぐに EU 離脱のキャンペーンを張っているだろうからである。それでも公民の言動は有権者に影響を与えている。イップソス、森の調査でも回答者のうち約27%が 公民が有権者の投票行動に影響を与える主要人物としており、首相デイビッド・キャメロンの44%や、ロンドン市長、ボリス・ジョンソンの32%、財務大臣、ジョージ・オズボーンの28%には及ばないが、野党内では最大の影響力である。そのキャメロンとオズボーンは共に EU 残留派であり、彼らは離脱による経済的なリスクを強調する。 そのオズボーンによる緊縮財政取り分け障害者の公的手当の削減は与野党から激しい反発を招いており、閣僚であるヤンダン・カンスミスが抗議のために辞任した。公ンをはじめ労働党もオズボーンを激しく非難している。公ンが EU 残留側のリーダー格を攻撃することで公ンは意図せずして EU 離脱側に援護射撃をしているのではないかとする推測もある。 2019年2月22日、公民は労働党が政権を奪取した場合に関して EU 離脱協定案の再交渉国民投票の再実施を党内で検討していると発言した。これ以前に党ナンバー2のジョン・マクドネル影の財務省は労働党が国民投票再実施に向け動いていること再実施が現実のものとなった場合自身は 残留に投票するつもりであることを明らかにしていた。さらに、7月10日には EU 離脱に関して、再度の国民投票を要求し、国民投票に際しては、残留を主張すると表明した。労働党は党内に残留派と離脱派の双方を抱えており、そのことが原因で5月の A 地方選や欧州議会選挙で EU 離脱に対して、明確な姿勢を示さなかった。 そのため、EU 残留を支持する、緑の党や自民党に票が流れてしまっていた。しかも、労働党の支持母体である労働組合が、再度の国民投票実施に賛成を表明したため、公便は方針を転換し国民投票の再実施と EU 残留を受け入れたとみられる。公便は長らく EU に批判的だった。EEC 離脱に賛成票を投じるなど、 過去の言動からもそれは明らかである。2013年に、コービンはその業績により、ガンディ国際平和賞を受賞している。同2013年に、コービンは、グラスルートディプロマットイニシアティブから表彰を受けた。コービンは議会向けの、今年のヒゲ賞を6回受賞しており、かつてそのヒゲを、ニューレーバーに対する、反逆の形と描写したことで、髭解放戦線から、 今年のヒゲに選ばれている。ありがとうございます。